マキチャンネル始まるよ。皆さんこんばんは、北条マキです。今日は蚊取り線香を焚きながらベランダからお送りします。夏ですね。ナレーションで喋ってるのはベランダの外が音がうるさいからです。車の音がすごいので後から声を入れてます。このオリーブの木の新しい鉢を買ってきましたから、ここに土を入れたいと思います。なんか買ってきたまんまの鉢だと窮屈で、なんか育ちが悪くなるそうなので、ここにこの観葉植物の土を入れて、ちょっと広々した鉢に入れ替えたいと思います。ファンの人に教えてもらったんです。土はダイソーの100均に売ってるよって言われて、あとなんかちょっとたまになんか見えるオリーブの木が下が葉っぱがね枯れちゃって、大丈夫ですかって言われて、あ、今ね、これ目に入っちゃったの。袋開けたら土がね、風でね、目にちょっと入っちゃった。で、こう入れちゃったんだけど、実はこれ、順番間違えちゃったの。先に入れちゃダメなやつ。ちょっと動き止まっちゃったでしょ。あ、はい、間違えました。仕切り直して、さっきの土は一回袋に戻して、先にこのぎゅうぎゅうに詰まった元々の入れ物から根っこごと土を出して入れ替えます。がなかなか出ない。ハサミを使って側面をぐいぐい押してるんだけど、すごいよね。もうこの鉢に入ってどのぐらいかな、3年ぐらい育ってるから、それはぎゅうぎゅうになるよね。いやー、出てこない。苦戦してます。みたいな顔してる。はい、出ました。すごいね。これ後からネットで見たら、この根っこについてる土を本来は落として、ある程度落として、それで新しい土を入れるのが正解だったみたいなんだけど、なんかね、ちょっとこのまま入れちゃったね。周りの土はふっくらしてるけどね、根っこの周りについてる土はちょっとガチガチに固まってるやつ、そのまんま入れちゃったんだよね。できたかな。新しい土を入れて、でこぼしちゃったんだよね。ベランダの床に土をこぼして汚しちゃった。ああって拾ってる。これでもね、鉢はちょっとゆったりしてるから、ほら、なんかいいふっくらした土が入ってるでしょ。下の枝の葉っぱは枯れてるんだけど、上は緑色で生き生き育ってるから、これがもっとね、葉っぱが増えて風にも負けず、ベランダで太陽を浴びてしっかり育ってくれたら嬉しいなと思います。元の鉢も空っぽにして、こんな感じ。そして水をたっぷりあげるといいらしいです。夏だからね、もう一回水あげても枯れるのが、土が乾いちゃうのが早いから、結構たっぷりあげます。そして出来上がりということで、今日はオリーブの木の土の入れ替えでした。またねー。おじゃまきでした。バイバイ。